はず八幡神社は、兵庫県宝塚市にある神社である。仙外水源池の北岸に位置する。本殿は、国の重要文化財に指定され、境内の鳥居や石灯などは、兵庫県の文化財に指定されている。祭神は、本田分けの村、竹中大のち、県姫宮いのち。神社所在地一帯は、多だ源氏の荘園であったはず省で、 源の三中の弟の源の三成が、八幡神の信託を受けて、天縁元年に創建したと伝えられる。現在の本殿は、欧永10年に混流され、石造りの鳥居は、欧三32年に完成した仙外ダムにより、はず集落は水没。山道下部も水没し、鳥居は移設された。もともとの山道は、ダム湖からまっすぐに登ってきたが、 現在の山道は裏を走る剣道川西三田線から神社の境内をめぐって正面に回る。山道の貯水池に面する部分は石垣になり手すりが設けられている。境内にある石頭群は川外貯水池に水没した金福寺石から移設された。仙外水源地に面した鳥居、大正の初め川外水源地を築造した際に水没する金福寺の境内にあった。 石像美術品を一括して、現在の場所に移転した、兵庫県宝塚市はずやざやだ東係に、ありがとうございます。